はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、山頭の後藤です。今回は、モデルさんの方が、お仕事がちょっとお堅い仕事をしてて、会社の規定では7番っていうこの明るさで、看護師さんとかでも結構多いと思うんですよね、7番って。で、今現在ですね、9番まで明るさが今あるので、明るくできないちょっとお堅い仕事をでもグレージュにしたいっていう部分で、ダークグレージュ、グレージュの暗めっていうのを、ちょっと表現していきたいと思います。まあ最初はちょっと暗めだと思うんですけど、まあ抜けても8トーンぐらいで収まるようにちょっと調節していきたいと思います。はい、まあそのような感じで、今日はやっていきたいと思います。カットはちょっとどうなるかわかんないですけど、まだ決めてません。では入れます。ビフォーはこんな感じ、9番、これの9番の明るさになっています。こんな感じで、はい、この状態で、今シャンプーしてきたところです。で、まあ、ムササビつけてだいぶ腰が出たかなと思います。で、これにヘナウォーターつけて乾かしていきます。ヘナウォーターこちらです。ちょっとこれをつけて、で、シャンプーはノーチというシャンプーで今日洗って、それからのヘナウォーターをつけてる感じです。はい、このような感じで、なんかツルツルだけするトリートメントってあんまり髪の毛実際良くなってなくて質感ごまかしてるだけなんですけど、まあうちあんまりそういうつるっとするやつよりはちょっとこう張り越ししっかり出たりとか、髪質の形状変えるような、形状変わんないか、髪質の、まあ、質感ちょっと変わるような、そういうトリートメントをメインで使ってます。なんであんまりツルツルって感じではないんですけど、どっちかというとサラッという感じですかね、質感的には。ちょっと乾かしてみたいと思います。はい、グレージュ、ダークグレージュに染まった感じになりました。で、この状態から通常お仕事の時は1個に引っ詰めないとダメなので、こういう風にしないとダメなんですけど、まあ、プライベートで下ろした時にちょっと遊べるような感じにしたいと思います。で、今回やるのは何かというと、少し表面に段を入れて、あと顔周りもちょっとこの辺切っても似合いそうな気がするので、ちょっと切ろうかなと思います。大丈夫です。まあ、縛れる感じではしますので、はい、じゃあまずすごい簡単なんですけども、すごい簡単な方法をして教えたいと思います。で、皆さんレイヤーカットするときって、ここからこうつなげてレイヤーカットしていくと思うんですけど、その時に問題なのが、このウェイトが上がりすぎてしまったりとかすると、この下の重さがなくなってしまうっていうところですね。なんで A ラインが残しつつポイントで重さを上げたいなっていう場合はどうするかというと、サイドチェンジっていう方法を使います。で、僕はショーバルタンっていうシザーを使ったり、
ショーバルタンってこの曲がったシザーですね。あと R2 セニングっていうのを使うんですけど、今日はまあぼかしながらカットしようと思うんで R2 セニングを使います。でどういう風にするかっていうと、結局こうつなげて切ってしまうとここの重さがどんどん減ってしまうんですね、レイヤーカットしちゃうと。なのでほのかなレイヤーをちょっと作りたいと思います。なのでほのかなレイヤーってどういうことかって、ここにふわっとこう入れるぐらいにしたいんで、顔周りはあまりレイヤーを入れないで、ここはちょっとこの顔前のラインで少しデザインを作って、ここにちょっと高さを出すようなのが彼女に似合いそうだなって勝手に思ったのでそうしたいと思います。ということはイヤーとイヤーですね、この耳の付け根のところ、すみません、はい、このイヤーとイヤーからバックの部分だけ表面にレイヤーを入れるということですね、はい、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあどうするかというと、このイヤーとイヤー手で取ってですね、